何がわからないのですか、大君。いや、その大地山と海波山っていうのはなんとなくわかったんだけど、最後のその風烈山ですか。あ、ええ。バッカだな、おめえも。さっきから先生が何回も説明してんでしょうが。それじゃあ後で教えてよ、ポップ。え、俺はダメだ。え、俺は魔法使いだから別に分かんなくったっていいんです。なんだ、それじゃポップも先生の話は全然。そういうのんきな考え方だからあなたは成長が遅いんですよ、ポップ。相手が悪の剣士だったらどうするんですか。まあ、悪の剣士はこんな技は使いませんけどね。え、それどういうことですか。大君、この世には神様から授かった命以外の生き物がいます。例えばエネルギー生命体や岩石生命体、それに暗黒陶器やガスの塊。悲しいことにそれらはみんな悪の魔力によって生み出された邪悪な怪物たちなのです。風烈山とはそうした邪悪な命を絶つ剣なのです。邪悪を絶つ、それにはこうして剣に正義の闘気を蓄積し、一気に敵の本体をめがけて放たなければ効果はありません。難しいのはその敵の本体を見極めることです。何しろ普通の怪物の急所と違ってどこにあるのか目に見えませんからね。はい、わかるか。なんとなく。まあまあまあ、そんなに慌ててわからなくてもいいんすよ。まず大地山と海波山を教えましょう。そのうち実践の中で理解するでしょう。先生、決まったら行かせよ。見えざる敵の見つけ方をね。見えざる敵。ダメだよ先生、俺には見えない。一気に肩をつけてやる。俺は用心深いんでな、このフィンガーフレアボムズはメラゾーマの5発分の威力がある。かけら一つ残らんぜ。これで終わりだ。体が。